お待たせいたしました。14時30分となりましたので、後半の SDGs 未来都市選定都市による事例紹介を開始させていただきます。事例紹介では、先進的な取り組みを行う3つの SDGs 未来都市から、それぞれの SDGs 未来都市としての取り組みの特徴と、SDGs 未来都市の提案書を作成するにあたって意識した点等をご説明いただきます。各都市の発表後に15分間程度の質疑応答のお時間を設けておりますので、質問したい事項を考えながら発表をお聞きいただけますと幸甚でございます。それでは、質問は和歌山県田辺市様になります。先生、何か。最初の事例はですね、今日もずっと計画書全体をですね、モデルとして使わせていただきました和歌山県田辺市さん。山崎部長が自ら今日もですね、ご解説いただけると思いますので、ぜひ皆さん参考にしていただければと思います。山崎部長、今日もどうぞよろしくお願いいたします。では、始めてください。田辺市の山崎です。音声聞こえてますでしょうか？はい、ありがとうございます。もうそれでは、時間もありませんので、早速、田辺市の事例紹介ということで、させていただきます。よろしくお願いします。それでは始めさせていただきます。人材育成行動の事例紹介ということで、田辺市における未来都市の提案書等の作り方についてということで、説明させていただきます。まず田辺市の紹介についてになります。提案書にも書いたんですけども、田辺市、和歌山県の南西部にありまして、平成17年に合併した約7万人の都市です。面積は1026平方キロメートルで近畿最大、だいたい東京23区と横浜市を足したぐらいの面積になります。で、まあ、世界遺産が2つあるというところになります。で、大阪からは車で2時間、東京からは、飛行機で1時間ぐらい。ジャイアントパンダ7頭になってますけど、中国に戻しちゃったので、今4頭しかありません。はい。それで、うちの資源をまず紹介させていただきますと、まあ、いろいろあります。まあ、これを結局、未来都市にどう生かすかというところで考えていくんですけども、まあ、いろんな人物であるとか、特産品であるとか、いろんな自然資源とかもあるということから、考え方をスタートさせていております。で、まずは、田辺市が、その街づくりと SDGs 未来都市をどう考えたか、この計画を作るにあたって、どういうふうに整理したかというところをまずご説明をさせていただきます。まず、SDGs 全体は少し大きな目標ですので、一番外側に置いといて、まあ、その理念というのは誰一人取り残さない、まあ、持続可能でより良い社会の実現ということが大きな目標になっています。で、その内側には田辺市総合計画を位置づけています。田辺市の総合計画のまちづくりの理念は、一人一人が大切にされ、幸せを実感できるまちづくりということで、まあ、後でも言いますけども、比較的 SDGs の理念に近いのかな。で、そのさらに内側に、町人仕事創生総合戦略、いわゆる地方創生があって、SDGs 未来都市は、いわゆる地方創生の一環だということで、こういうふうに整理をしました。まあ、それは、ここの SDGs の、地方創生の中で、新しい時代の流れを力にするという一番右の列の、ところに、地方創生 SDGs の実現などにより、持続可能な街づくりを進めましょうっていうのがありますから、地方創生の中に SDGs 未来都市があると。で、その中の全体計画があって、その内側にモデル事業があって、その内側に3側面をつなぐ統合的取り組みっていうのがあると。先ほど関先生の話でもありましたけども、そういう全部内数で書いてます。で、先ほど出た資源の3側面をどういうふうに考えるかということなんですけども、それぞれの資源を経済、社会、環境で具体的な事業がぶら下がるのか、3側面に応じたそれぞれ経済、社会、環境の関連性が構築できるのかというのを丸バツをつけて、まあ、田辺市は一番上の熊野古道というのを中心テーマにしようというふうに考えました。で、その中の最初に考えたメインテーマの絞り込みはこれで、まず熊野の特徴というのは何ですかと。
熊野というのは身分差別をうまくすべての人を受け入れてきたということと、もう一つ熊野古道というのは熊野古道を歩いている人がいて熊野古道として、完成される、それがいわゆる観光の部分です。でもう一つは熊野古道というのはもうこの地域に住む人が、まあ、木を育てまた土を耕して生活を営むために歩いてきた道ですよ。これが農林業の推進行ということで、まさにもう経済の中でいうと観光振興と農林業の振興につながります。でそれぞれの経済の振興を考えたら、それが雇用の拡大、いわゆる地域社会の人口の定住につながって、それが地域コミュニティの維持につながって、でそれらをすることでこの熊野というのは文化的景観というのが世界遺産に認められた価値ですので、それの補填につながります。でもう一点、緑色の部分、農林業の振興する、特に森を守るということが森林の多面的機能の向上につながって脱炭素社会の貢献につながるという組み立てで、熊野を選んだというところになります。でそれで、考えたのが2030年のあるべき姿と言いながらも、少し大きな視点の方がいいだろうということで、1000年今まで守ってきたから、その先の1000年も熊野を守りたいということを、メインテーマに持ってきております。でその上で地域の産業を守るっていうのは、観光と一次産業の活性化で、この太字のところが後のモデル事業と3側面の取り組みにつながる事業になってます。で2つ目が地域の暮らしを守るということで、ローカルイノベーターの育成、いわゆる人材育成事業とで地域コミュニティの向上で、森を守るという中でいうと、まあ、世界遺産や自然資源そのものを守るということと、その守る人を育てるということを中心に考えています。でまたうちの計画書見ていただいたら分かるんですけども、このやるべき柱に応じて課題を設定をしております。でそれを、3側面を、つなぐ事業として熊野の未来を引く人づくりプロジェクトということにしております。で、まあ、最終的にはもう人づくりは町づくり、人が例えば農林業をしないと熊野を守れない、林業で頑張らないと熊野を守れない、またそれ以外に観光で来てもらえないと熊野が守れない、いわゆる人に着目をして最終的に、3側面をつなぐ取り組みっていうのを考えてます。ここの事業の中身をもう簡単に言いますと、まあ、森林環境譲与税が田辺市は全国で4位あるので、それを使いながら、森林経営管理制度をやりながら、さらに意欲のある事業者にはそれを特別枠で、支給することでさらに人づくりを進めていこうということで、もう一つの事業は廊下のリノベーターということで、全国でもいろいろやられてるんですけども、まあ、田辺市は田辺未来創造塾ということで人材育成事業をやってます。でそれ以外にその人材育成事業 での修了生を中心に関係人口講座をやってます。でここには、外琴さん、またヤマップさんで日本能力協会さんと組んで、さまざまな関係人口講座をやってます。で田辺未来創造塾っていうのはここに、下に書いてますけども、まずは大学と連携をしてます。でここは今は熊本大学さんと連携をしてやってるんですけども、それ以外に金融機関としては日本政策金融公庫でありますが和歌山財務事務所さんで、また商工会議所さんとか、地銀さんにも入っていただいて、その大学企業家会議所で、また金融公庫さんも、実際の助言をしたり融資をしたりということの枠組みをして、実行率は今のところ 70%、まあ、これまで7期、まあ、7期目ちょっと入ってないんですけども、これだけの修了生が出てそれぞれ活動しているという状況です。でそれ以外には、まあ、タナコトアカデミーということで関係性を順番に深くしていくような講座であるとか、リボーンプロジェクトということで里山の暮らしに、ターゲットをして関係性を作ってもらう講座で、また日本能力協会さんと地元の企業とが組んで、いわゆるラーニングワーケーションという形で地元の企業を課題
地元の企業の課題を共に解決してもらう関係で、またプチ企業塾ということで、まあ、これはジェンダーになるのかどうかわからないですけども、女性でもしっかり起業してもらえるようにという講座を作るであるとか、また高校生、地元の県立高校と組んで高校生にもビジネスプランを考えさせてるということで、いろんな形で人材育成に取り組んでると。でプラスそれを、森林を守る人を育てるということで、田辺市熊津ツーリズムビューローという DMO が中心になって、地元の企業あるいは森林組合、株式会社とを組みながら、市内の小中学生には森林の、大切さを教えるであるとか、現場に連れていくとかっていうプログラムを提供しながら、それを、教育旅行にもつなげようということで取り組みをしているというところになります。でそれらを専念をつなぐために、まずは人材育成事業をやりながら、それが直接産業を守るであるとか、森林環境教育プログラムが観光振興であったりとか森を守るっていうふうに、関連付けて、全ての計画書を作ってると。で田辺市の大きな特徴は、この考え方が ESD というところに立脚してます。真ん中のところにありますけども、持続可能な社会の作り手の育成を通じて SDGs の全てのゴールに寄与すると。今回は具体的な事例を発表してませんけども、田辺未来創造塾の修了生というのは、この17のゴール、あらゆる分野につながる活動を進めてますので、そういうあらゆる分野の活動が活発化することで、熊野を守っていけると、そういう考え方になってます。でそれを最後置くと、まずは2030年のあるべき姿が1000年をつなぐと。でそのためには、1000年をつなぐための、SDGs のプロジェクトをすると。その SDGs のプロジェクトの中には、結局人づくりプロジェクトが中核ですよというふうな組み立てをしております。でここからが今回の応募までの取り組みということなんですけども、田辺市はまずは令和2年に内閣府に職員派遣をして、実はその頃はまだスーパーシティ構想を考えてたんですけども、 SDGs を目指すという市長の方針転換もあって、そこから SDGs の職員研修で、また総合計画を並行して作ってましたので、 SDGs に関する説明を入れたりとか、小委員会を作ったりとかということでやってました。ただそれが12月ぐらいまでなったので、実際にやったのは12月1月2月で、でもう11月12月に企画部門で主に案を考えて、基本的な考え方を12月に市長副市長に協議をして、1月に2回、2月に1回関係課と門で最終提案書を説明して応募したというところになります。そこでちょっと共有を変えさせていただいて、今日は関先生の話で、ちょっとこれをあえて言いたいなと思ったところがありますので、共有させていただきます。実は田辺市は柱が多いの で50ページにもわたる計画書だと、整合性というのがかなり、課題になります。ですので将来ビジョンの中の課題をで書いたこと、また将来ビジョンに書いたことで、その後の、結局モデル事業で書いたことで、最終的には3側面の取り組みで書いたことっていう、その一つの、柱を一つずつ近くに寄せることというか、順番に書くことで整合性をとって、それで、全体の整合性を図ろうとしております。全体を書いてるとなかなか、最初に何を書いてたんだっけっていうのが分かりにくくなるので、6つの柱を見せましたけども、基本方針も含めて7つのパートに書き分けて、最終それをガッチャンコして全体の整合性を取ってます。多分皆さん50ページの計画書書こうとすると大変だと思うんですけども、こういうやり方も一つのやり方かなと思います。あともう時間もなくなってきましたので、いきますと、田辺市は人材育成を中心にやってきてますと。でそれをやはり、SDGs に指定されて、そういう人材育成の関係人口も含めてつながれる場というのを作って、それを実践集という形で刊行して、いろんな小中学校高校とか
いろんな方に見ていただいてます。で、指定されてからは、やっぱり SDGs の未来都市になったということで、地域のイベントの中ででも、SDGs に特化したイベントをやってくれてる団体さんなんかもいたりとか、SDGs の未来都市には書いてないんですけども、廃校を利用して、新しい、探究型のグローカルの学校を作ろうというプロジェクトもあって、これには、企業版ふるさと納税を充当すると。神山高専が有名なんですけども、まあ、それに近いやり方をやろうとして、まあ、実は、そこの校長先生には、東洋大学の市川先生という方が来て、またそこから東洋大学との新たな交流の面も今生まれようとしているということで、まあ、人とつながりをさらに広くつなげていって、まあ、街づくりをしていきたいというところであります。最後、幕開けでグラファンやってますので、もし興味がある方は寄付いただけるとありがたいです。ちょっと早口で申し訳ございませんが、ご清聴ありがとうございました。以上でございます。はい、山崎さんありがとうございました。はい、じゃあここからですね、ご質問の時間を取っているということになりますので、ウェブの方はすいません、事務局で見ていただいて、まず会場からお手が上がるようでしたら行きたいと思いますが、どうでしょうか。かなりヒントをいただいていると思います。はい、じゃあウェブの方で何かご質問が手が上がってる、もしくは、書き込みがありますでしょうか。はい、ないようなので私がどんどん行きます。はい、山崎さんありがとうございました。はい、まずですね、ちょっと4ページをお願いします。はい、はい、よいしょ、4ページですね。力をつけるって意味で、この図とても分かりやすくて、このページ、はい、こちら、はい、こっちでしょうか。これです。こちらの方のシリーズの4ページお願いします。ありがとうございます。会場の方、それとウェブで見ている方もですね、先ほど来言っているように、全体計画はかなり既にある計画との整合性をとってくださいということになりますので、こういう形で今回の SDGs 未来都市計画がどこに位置づけになり、どこと関連性があるかということが非常に分かりやすくできていただいていると思います。総合計画よりも SDGs の方が大きいという捉え方をしていただいているのは田辺さんの特色です。これが反対でも大丈夫です。反対のところもあります。はい、田辺さんの方は逆に大きいのを SDGs 捉えていただいて、その内側に基本計画、それと総合戦略。で、総合戦略と、SDGs 未来都市はもともとの横断的なところで、地方創生 SDGs と言っていただいているので、かなり地方創生の、総合計画、総合戦略と SDGs 未来都市計画が非常に近いということを、非常に読み取っていただいている図だと思いますので、ここは各自治体様も気をつけていただきたいなというところです。総合戦略と SDGs 未来都市というのは非常に近くて、一緒に動かしていただきたいというのは政府の方針でもあります。はい、ありがとうございます。5ページもお願いします。5ページはですね、先ほど来皆さんかなり頭の中で整理しきれなかった地方 の、 SDGs 未来都市の好循環を作るというところで、どの事業が一番3つの要素を持っているか、こういう事業ごとの、カテゴライズっていうのも、これもやっぱり非常に可視化をしていただいて、田辺さんはそれでこう SDGs 未来都市の軸になる事業を探していただいたんですね、このマトリックス図を作ることによって。で、この3つが3つ全部を持っているのが一番上の熊野古道は経済社会環境も丸なので、これをテーマに添えればですね、事業計画が書きやすい、さらにモデル事業も作りやすいということを、まあ、かなり明確に事業として明らかに可視化をいただいたというところも非常に前回も聞いたんですけど、本当にクレバー頭いいなというふうに思いました。なんとなくイメージで考えないで、こういうふうに事実として、表にしてみて、
これをやることによって誰でも説得できますよね。納得できる。これが未来都市、SDGs 未来都市を書きやすいテーマになるということを発見をいただいたということで、これもいいと思いました。で、次の6ページもすごくいい図なんですね。じゃあそこから、テーマは決まりましたと。だけど、そのブレイクダウンした事業を作るときに、どれとどれが、田辺さんがやってるところでいくとつながるかっていうところなんですが、山瀬さん、この6ページを作るときに結構大変だったと思うんですけど、この辺の整理をうまくできた理由って何かありますか？多分なんていうんでしょう、その事業を結構知ってたからかなというふうに思います。あとはそのなんていうんでしょう、熊野の特徴と事業の紐付けが、まあ、比較的いろんな事業を知ってましたから、スムーズにいったので、本当にこのコアに書いてある熊野の特徴、歩く人がいるからこそ熊野古道だっていうのは観光ですよねとか、里の人が木々を育ててっていうのって林業ですよねっていうところに気づけると、あとは、なんていうんですよ、その矢印の方に、自然に、なんていうか、広がっていったというところで、ここの最初に気づけたっていうのが大きかったかなと思います。あと、もともとあった事業を割とこう土台にして作ったのか、今回の SDGs 未来都市用に新しく作ったのかでいうと、どちら側でしょうか？もともとはある事業をベースに作りました。なんていうか、他の補助事業だと補助金をもらうためにそれ用にアレンジするんですけども、あくまで持続可能であるとか、田辺市は1000年先にっていうことなので、補助金があるとかないとか関係なくって、やっていける事業っていうのを中心に選びました。でもちろん着手してない事業も一部入ってるんですが、とはいえ今の政策の方向性の延長線にある事業を落とし込んでますので、閣下との調整をやった時にもそれほど違和感なくというか反対もされずに、計画書にまとめられたというのが田辺市の計画書の特徴になります。はい、ありがとうございます。それと最後に一番重要なことを言っていただいたのはその好循環を作るときに事業を近くに寄せて考えないと、なかなか先ほど言ったように構成がですね、この申請書って結構難しい申請書の書き方なんですよね、実を言うとね。なのでそこを近くに寄せて書きましたっていうところでいくと、何かこれから書こうとする皆さんにヒントとかありますでしょうか？そうですね、まあ、これがその時のラフなワードなんですけども、やっぱり50ページをすべて頭に入れて書くっていうのは難しかったので、やはり柱ごとに、例えば課題っていうのは何ページ目、ちょっとページ数忘れたんですけども、それぞれ課題があるからあるべき姿があって、それって、表裏一体ですよね。で、だったら課題だけ書いてから何ページか飛んでビジョンを書くんじゃなくて、その課題とビジョンを近くで読むことで、その、なんて言うんでしょう、その文章としての整合性ができると。で、田辺市の場合は、2030年のあるべき姿を書いた後に、また、その自治体 SDGs の取り組みっていうのをすぐ書くことで、さっきの入れ子構造、2030年があって、自治体 SDGs があって、3側面があってというのが、整合の取れた文章として、作りやすい。で、欄外にもちょっとあるんですけども、できるだけその文章がどこを出典にしているかっていうことなんかもメモとして残してます。多分自治体担当者の方はこういうちょっとしたテクニックっていうのはすごくうんうんって言っていただけるんじゃないかなと思います。特に田辺市の場合は先ほども言いましたけども、入れ子の構造にしてますから、どれだ、ここなので、やはり全体計画のその次にモデル事業計画があって、3側面っていうのを近くで書くことで、課題からモデルと3側面をつなぐ統合的取り組みまで、一貫した書きぶりになると。で、それをあとは
フォーマットに合わせてちゃんと配置すると。でも、それだと多分計画書を読んでくださる方も、あ、ちゃんと課題で書いてることが2030年のあるべき姿につながってて、2030年のあるべき姿の中の一部がモデル事業で、さらにその中の一部が3側面だよねっていうのが、多分トータルで分かりやすいんですけども、50ページ近くを全部やろうとすると人間の頭ついてこないので、テクニック的にはそういうふうな作業をしました。はい、ありがとうございます。それと最後にもう一つだけ、これを実際に書いたのも山崎部長ですよね、きっとね。なんでしょう。骨格の指導したのは、まあ、私になる。実際書かせたのは担当なんですけど、担当は当時、多分その僕が言ってることが分からないまま、とりあえず書いていて、ああ、後から、ああ、そうだよねっていうふうに多分気づいて、今横で聞いてるんですけども、そんなところです。で、多分それが、なんて言うんでしょう。実際のところは、年末年始のお休みの時に、ずっとどういうふうな組み立てにしようかっていうののコアを考えてました。ありがとうございます。ただやっぱりこの研修を通じて常に私が言っているのは、私が誰かが私がと思って、やはりちゃんとした骨格を一人で考えないと、やはりちぐはぐで継ぎはぎ状態で分かりづらい計画書になっちゃうので、やはり誰かがやっぱりストーリーを一貫して書くっていうのが重要ですよね。そうです。やはりそれがやっぱり大切です。それが、まあ、誰が書くとかって、まあ、部長だからとか課長だからとかじゃなくて、やっぱり誰かが、先ほど先生おっしゃってましたけど、パッションというか思いを持って書くと。で、地方自治体の職員だから、あんまり風呂敷広げると、なんか議会に説明できてないとか、民間団体に説明できてないとかっていうのはあるんですけども、一度少し風呂敷を広げて書いてみて、あとは、削ぎ落とすとこは、みんなの意見を聞いて削ぎ落とすというふうな形で、まずは、突き抜けて書いてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。私がこの3研修会で常にお伝えしたいことを、まあ、実際に書いた方から言っていただいたので、さらに重みがあったと思います。部長のお忙しいですね、この10月の末の時間を、このような形で時間をいただいて、本当にありがとうございました。そうじゃあ、そう、あ部りが長、とうよろございます。しく終わりたいと思います。ありがとうございます。失礼します。ました。田辺様、ありがとうございました。続いて、2年目の事例紹介は、岡山県西粟倉村様になります。西粟倉村様、こちらの音声聞こえておりますでしょうか？はい、聞こえてます。こちらの音声大丈夫でしょうか。聞こえております。はい、よろしくお願いします。関先生、よろしくお願いします。西粟倉村さんもですね、去年に引き続いてこの研修会にご登場いただきました、上山さんもご無沙汰してます。あ、どうもご無沙汰でございます。よろしくお願いします。今日もですね、お忙しい中ですが、研修ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。特色はこの後、説明終わってからまたご説明させていただきたいと思いますので、じゃあスタートよろしくお願いいたします。はい、じゃあ画面の共有をさせていただきます。はい、皆さん、こんにちは。岡山県西粟倉村の上山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今、画面見えていますでしょうか。見えております。はい、すいません。それじゃあ、西粟倉村の取り組みの方からご説明をさせていただきます。西粟倉村は、2004年の、まあ、平成の大合併で合併を選択しないということで、まあ、自主自立の道を進んできていまして、2008年にですね、地域の、まあ、最大の資源であるその森林資源を、まあ、どういうふうに活用していくかっていうのに取り組みまして、2008年にですね、100年の森構想というのを着想しまして、翌年の2009年からですね、100年の森づくり事業というのを取り組んでいます。で、これはまずは自治体がですね、主体になって、地域にあるその森林資本を、まあ、集約化していくことで、まあ、私財であるこう山をですね、みんなの公共財っていう位置づけをしながら、適正にですね、まあ、管理をしていくっていう中で、そこから生まれてくる木材に、市場に送るというのではなくて、
地域の中で家具だとか内装材をしたりですね、しながら付加価値をつけて地域の経済を作っていくっていうのが最初のですね、大きなスタートでした。で、2011年からですね、環境モデル都市であるとかバイオマス産業都市っていうようなものに取り組みながら、豊かなこう森林資源をしっかり管理していく中で、生まれてくる水資源であるとか、それから木質バイオマスのような資源をですね、地域の中でこうエネルギーとして使っていく、もしくは電力を作って外郭を獲得していくというような形でですね、再生可能エネルギー事業にも取り組んできています。それからですね、こういった森林を中心とした事業の創出であるとか、再生可能エネルギーによる低炭素な地域づくり、そういったものの西桜の100年の森構想のブランドっていうものが、だんだんこう都市部の若者の中にこう広がってくる中で、2015年からですね、地域おこし協力隊制度であったり、地方創生推進交付金制度を使いながらですね、地域の資源を使って、またはその地域の資源の価値を再発見して、都市部の若い人たちがこう地域に来て、自ら起業をして、仕事も作りながら移住をしていくというようなローカルベンチャーと呼ばれるこう事業の推進をですね、進めてきたところです。こういった3つの動きが、森林をこうしっかり管理していって林業でチャレンジしていくんだということで、環境だとか、レジリエンスを高めていくということと、エネルギーを中心にそういった地域の資源を活用することで地域内の資源循環、経済循環を起こしていくということと、それから若い方たちがこう地域にやってきてですね、いろんな事業をやりながら起業していくという中で人材がですね、多様化したり、そこでこう作られる産業だとか経済が多様化していく、多くの関係人口の方たちがそれに加わっていただくということで、社会が多様化するということで、環境と経済と社会、この3つがですね、連携しながら持続的な地域づくりを進めるということで、2019年に施設未来都市のモデル事業都市に今選定をされています。で、西桜がなぜこの SDGs 未来都市に応募したかということなんですが、実はですね、非常に経済的な部分が大きくてですね、2008年から取り組んでいるこの100年の森づくり事業というのは、消費者さんがですね、森林の整備に関わる補助金を除いた負担部分をですね、消費者さんが持つんではなくて、村がですね、共有財産としてしっかり管理していく中で、その費用も負担していくというようなこともあったり、ローカルベンチャーという若い方たちが起業をしに村に来るときに、いろんな支援をしていくわけですけども、こういった地域おこし、地方創生推進交付金制度の継続性という観点から見たときに、これがですね、10年も15年もこう続くということはあまり考えにくいので、どうやったらですね、地域に投資を呼び込めるかという観点から見たときに、これらの活動と、それから2019年以降、村が目指すありたい姿のための資金調達手段として、この SDGs 未来都市っていうのがですね、非常に大きな意味を持つんであろうということで、この未来都市に応募したというのが、本当のこう村のですね、応募の理由になります。で、中でですね、町内合意の問題等もいろいろあるわけですけども、これは再生可能エネルギー、いわゆる脱炭素の町内合意の一つの図なんですけども、実はですね、SDGs 未来都市の前に、2013年に環境モデル都市というものに採択をされているのが西粟倉村になります。で、この時、西粟倉村は、国に何を約束したかといいますと、2050年に二酸化炭素の排出量を2011年比 50% 削減するというのを環境モデル都市でお約束をしております。で、現在は55% になっているわけですけども、これをですね、一つの事業ではなかなか達成できないので、この表にあるように、環境モデル都市、それから翌年のバイオマス産業都市、それから2019年の SDGs 未来都市
現在は2022年の脱炭素先行地域で、これらの、国の政策を連結させながら、実は、2050年に、を目標に、一連の事業をやっているということで、あくまで目標はですね、もう一つ大きなのは、100年の森構想で立てます2058年に上質な田舎を作るんだというビジョンのもとに、それぞれの制度をツールとして活用しながら、切れ目なくその作業をですね続けていっているというところが大きなところになりますので、まあ、町内の合意 KPI 等についてはですね、あくまでもこの2050年の環境モデル都市であるとか、2058年の上質な田舎を作るという2008年のビジョン、これに、まあ、地域もしくは、自治体を挙げてですね取り組んでいるというのが現在の状況になっています。でその中で、今回特にですね森林信託というものが、まあ、個別の案件として、出てきているんですけども、これは何かと言いますと、もともとで言いますと、林業という、まあ、地域の第一次産業に、外からの投資をどう呼び込むかという話になりますね。まあ、農業とか林業というのは、まあ、国の、予算、補助金に依存するところが多いわけですけども、まあ、それだけではなくて、都市部にあるいろいろな事業の、お金を使いながらその森林整備を、まあ、持続的にやっていくということができないだろうかというのが一番大きな課題の中で、そうしたときに、森林消費信託と言われるものが、まあ、信託銀行を通じて行うことで、信託銀行が、資金を持ちながらですね、こういった事業管理に携わっていくということが、まあ、できるのではないかと。で、これはですね、まあ、山主さんが、三井住友信託銀行さんに山をですね、いわゆる消費信託として、財産管理として委託、まあ、受託する、この時に、まあ、山を預けるとは書いておりますが、実は所有権もですね三井住友信託銀行に今移ります。なので、山の所有者は三井住友信託銀行になるわけですね。でただ、そこの山で、木材が販売された時にその木材収益はこの山主さんが指定する、まあ、受益権者の方に収益が、まあ、返っていくという仕組みになっています。で、この三井住友信託銀行様が、山主さんからですね特に都市部の山主さんを中心に、森林管理を、まあ、受け負っていただくとその山がですね地域に戻ってきて地域の中の林業事業者さん、侵入する会社がそれを預かりながら、まあ、集約的に管理をしていくということができる仕組みになっています。これは国土の7割弱を占める森林が、実はですね、都市部に山をお持ちの所有権の方たちがどんどん増えていて、本当の中山間地域の地域にその利用権が失われていくというのが、これから大きな課題になります。でそれを、まあ、自治体だとか地域の森林組合が追いかけながら、山を使わさせてくださいねっていう集約化をしていくっていうのは非常にコストがかかってきますので、こういったコストをですね都市部の企業にも負担していただきながら、あしかも、まあ、収益モデルとして持続的に、作っていくということが、まあ、できる一つの、まあ、方法としてですね、2017年から、まあ、共同で開発を始めまして2020年に、まあ、1号案件ができているというところになっています。これだとですね、相続もですね、ちゃんと継続されますので、相続未登記がなくなったりですね、それから、受益がうまく返せないというようなことが、まあ、ないような形でですね、都市部と接続する一つのチャンネルとして、信託銀行を、まあ、使うということが、まあ、一つの、方法論としてこれからも使っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。で、いろいろな資金を使っていく上で、まあ、自治体だけでなくていろんなステークホルダーとこう連携していく中でその資産の価値を上げていくということが非常に重要で、まあ、西アクラの場合森林所有者さんを中心に先ほど言いました信託銀行と村役場がですねそれぞれ信託契約もしくは施業管理委託契約でお預かりをして、
地域のベンチャーの森林管理の会社で集約化させる。で、そこからですね、計画された事業がですね、森林組合や地元の林業事業体に降りてきて、まあ、森林整備をすると木材が搬出されるわけですけども、まあ、そういった木材が直接市場に行ってしまうんではなくて、地域の中で木材生産関連事業として、まあ、内装材とか家具になっていく。それからどうしても使えないようなものは地域エネルギー会社の元湯が、まあ、薪とかチップにしてですね、地域内のエネルギー循環を作っていくというような形で、市場に出すと、まあ、1億円にしかならないような木材売上も、まあ、これら関連事業者で11億円、雇用で110人ぐらいを、まあ、作っていくというようなことが、まあ、できるようになるので、合わせてですね、多様な価値を作りながらやっていく。で、役場の中でもですね、いろんな、まあ、課があってですね、行政縦割りなんですけども、町内においてこういった事業を、まあ、共同で検討していく、これは地方創生推進班という組織なんですけども、まあ、こういった組織を作って、ビジョンを自分たちで作って、その中でいろんな自分が思う事業をちゃんと作っていくということも勉強しながら、そうした中でですね、職員の目線をこう合わせていくというようなこともですね、これからはまあ大切なのかなというふうに思っています。特にこういった事業を作っていく中で、自分がやるというよりも、ファイナンスとリソースをどう集めて事業を推進していくのか、全体をどう取りまとめていくのかっていうのが、今後はやっぱり公務員も必要になってきて、私はまあプロデューサーもしくはコーディネーター、ディレクターと呼んでるんですけども、こういった職員の考え方っていうのを作っていくっていうのは非常に重要なのかなというふうに思っています。で最後に、まあ、西アクラソンのモデル事業都市は、森林、今までは林業というもので木材の資源価値を測っていましたけども、右側にあるように、林業だけに適さない山もたくさんありますので、そういった山を環境林化していったり、森林農業で使うということで、そこにですね、新しいビジネスモデルを作っていくというようなことがですね、今後のこうエステミライ都市のモデル事業の、まあ、森林の在り方、価値の最大化というところを、まあ、目指すというような取り組みをですね、この事業ではやっているということになっています。まあ、提案書でですね、大切に点というのは、まあ、資料にある通りでございまして、まあ、これまでの取り組みを踏まえた上で、地域の資本価値の最大化をまあどうやるのかということと、すべての事業がですね、やっぱり 4年目以降、実装可能なまあ事業ということで、スタートアップさせていくっていうようなことがですね、まあ、非常に重要だということですし、KPI はですね、一個一個作るんではなくて、これまでのまあ事業と合わせて、連動させていくということで、町内での、まあ、合意を取っていくということが大切かなというふうに思っています。で、提案書の作成のスキームの視点の持ち方としては、まあ、先ほど言いましたように、すべていろんなリソースとかファイナンスを考えながら、事業の組み立てをやっていくということが、まあ、必要なのかなと。で、エビデンスや、それからまあ専門的なところが必要になってきたりもしますので、そういった構成にはですね、専門家の方も関係人口を含めた中で、まあ、入っていただくということが非常に重要かなというふうに思っています。で、具体的な施策の反省点というのは、まあ、こういったところが、たくさん先行地域の時にはこういうのがありますが、まあ、なるべくですね、住民の方の直接的な福祉向上になったり、レジデンスになったりというようなところを考えながら、まあ、いろんな課題は一つ出てきますので、まあ、創発的にそれを、まあ、解決していくという仕組み、もしくは気持ちの持ち方というのが非常に重要なのかなというふうに思っています。私のお話は以上です。ありがとうございました。はい、上山さんありがとうございました。それでは、まずご質問のある方お願いできますでしょうか。せっかくなので、じゃあ聞いてみましょうかね。貴重な説明ありがとうございました。ちょっとお話の中で、我々気になったのが、再エネの部分で、まあ、太陽光発電の導入もかなりされているようなところだったと思うんですけれども、まあ、いろいろ施設であったりとか、まあ、既存の施設にこう建てられたり、まあ、蓄電池も一緒にというところだったと思うんですけど、
例えば PPA とかそういった導入方法も活用されているかどうかをちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、どうでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。あの、実はこの3月にですね、西アークラ100年の森電機株式会社っていう会社を、立ち上げました。で、ここがあの PPA 事業をやるということで、まあ、先ほどお見せしましたあの脱炭素エコ地域の太陽光パネルの設置についてはですね、まあ、それも含めて今後あの各家庭への TPA についてはあのその会社がまあ実施するということになりました。はい、ありがとうございます。もうあの西山倉村さんは SDGs 未来都市を取って3年目ということもあるので、だいぶいろんな事業が進んでいらっしゃる感じですね。はい、ありがとうございました。あとウェブでのご質問って今出てらっしゃいますか。出てらっしゃらない。はい、でちょっと私の方からいくつかあのポイントなんですが、まず今現在の人口はどのぐらいでいらっしゃるでしょうか。はい、今1355人ですね。はい、1355人なんですよ皆さん。はい、その自治体が今日のご説明の事業をできるってことなんですよね。で、かなりいろんなあのステークホルダー、特に民間企業さん、先ほどの、あの信託あの銀行さんも踏まえて、かなり多くの民間企業さんとご一緒されてるんですが、それができた理由、それとあと仕掛け方って何かありますでしょうか。はい、そうですね。まずは、まず根本的にはあのビジョンとプロジェクトは必ず、まあ、一体で動かさないといけないということで、例えば、まあ、計画策定をするっていうことになると、後ろで実行が必ずあるっていう前提で、計画を策定するっていうことで、どういったらいいですかね、あの民間の企業さんも、実行をやるという中で、じゃあ計画策定にも加わって自分たち の,、まああのやりたいことやれることみたいなものをその計画の中に、ステークホルダーの一人として反映していくっていうことで、作っていくと、企業の皆さんも、これを計画が通ればこの事業が、まあ、自社の CSR なのか、将来 の, その、事業の拡大を目指すものなのか、まあ、それ企業によっていろいろあると思うんですけども、その自治体を自分たちがやる場所として選ぶっていうことで、ステークホルダーがまあ入ってくるっていうことができるというふうに思っていて、計画作りだけで止めてしまうとちょっとあまりあのそういったところはちょっと弱くなってくるなというふうにはちょっと思っています。それと、はい、あのそれとですね、なるべく協会をぼやかしていろんな人が入ってこれるような形のそのうんと受け入れのスタンスみたいなのは必要かなというふうに思いますが、はい、あの今のステークホルダーと一緒にどのようにやるかという重要なポイントをいただきました。一番重要な点、実は2つ上ません言っていただいたんですね。1つ目は、私たち今計画を作るっていう研修やってるんですけど、実は計画を作ることが SDGs 未来都市じゃなくて、計画を作った後実行をどこまで担保できるか、この担保するためには本気の民間企業がやはり加わってくれないとできないってことを上山さんおっしゃった。で、二つ目は本気の、まあ、いわゆるステークホルダーだとなんとなくお付き合いで名前貸してくださいみたいな方だけ呼ぶっていうわけにはいかないってことなんですね。だから彼らがいかにやっぱり経済的にもしっかりと利益が上がるように事業を自治体側も組み立てないと本気で来てくれないですよねっていうことを二つ目言ってるんですね。で、三つ目、最後付け加えていただいたんですが、先ほど言ったように、こう、曖昧って言いますかね、境界線をかなりなくし、さらにハードルを下げて、常に、このために来てくださいっていうよりも、日頃の人付き合いを西天倉村さんの職員の方はかなりしてると思うんですよね。この事業だからこう呼ぶっていうんじゃなくて、いろんなところに出かけて行ったり来ていただいたりして、そういう意味ではその常にオープンドアが開いてるっていうことだと思うんですね。だからこそいろんな相談で、実はこういう技術があるからうちこういうのでやりたいんだけどどうですかみたいなね、日常的にそういう提案があるんじゃないかと思うんですけど、この辺いかがでしょうか。はい、先生が言われることを僕らもかなり注意してやっているんですけども、
実は民間の企業さんっていうとき、その来られたときに、じゃあそこですぐあるかっていうと、そんなにぴったりマッチングしないんですけども、実は別なことをやろうとしたときに来てた人が、そういえばあの時にこういう人がいたよねとか、こういう企業さんがこういう提案をしたよねっていうのが非常に結構あるんですね。で、自分たちがやりたいときに、その企業さんのパーツをこう組み合わせていって、計画書を作るっていうのが、うちの場合は非常に多いです。で、例えばさっき電力会社の話もありましたけども、実は今、安田線地域で地域の中に電力を戻すっていう作業で、先ほどの PPA 以外の新電力とも一つやってるんですけども、それは水力発電で作った電力を地域に戻すということなんですが、もともとは電力のふるさと納税をやっていた会社が同じような力があるので、じゃあ脱炭素先行地域の時にこの電力を戻すっていうところもやりましょうねみたいな形で、積み上げができるっていうことがまあ重要なのかなというふうにちょっと思っています。あと上間さんが今日お話ししていただいた中で、結構各自治体が気がついてないのがファイナンスっていうことだと思うんですよね。これ自治体の職員結構自分の仕事の中でとか研修で受けてないんですけど、このファイナンスのこう何でしょうかね、素養を高めていくのになんかこういいことってありますかね。まあ、事業計画書を書くっていうのはだいぶ慣れてきてると思うんですが、このファイナンスまでいけるかどうかっていうのはところ結構ハードル高いかなと思うんですけど、この辺はいかがでしょうか。はい、ファイナンスが非常に重要だと思っています。で、全体計画を立てたときに実施の計画がどうしてもやっぱり出てくるので、その時の資金調達手段って何があるんだっていうのを必ず計画の時に考えるっていうことと、それから行政はどちらかというと PL いわゆる損益計算、単式なので損益計算しかやらないんですけど、実は BS のその貸借対照表の発想が必要で、財政課と話をするときも、これは実はこういうところでお金使ってるけど、そのリターンは交付税でこう返ってきてるとかですね、リターンがどう返ってきてるかっていうのを財政課に対して説明できるぐらい、そのリソースと収益と収入、それからこれは投資からなのか経費なのかっていうのをこう事業の中で自分で一旦は考えてみるっていうのが、それをずっと癖につけるっていうのは非常に重要なのかなというふうに思います。はい、はい、なかなか自治体の職員だとですね、とりあえずの事業っていうのは作れるんですけど、後ろについてくる事業経費、まあ、単式のままでですね、はい、利益もだいたい見えないんですけど、さらに先ほどのようなリターンのところまでですね、なかなか計算できないということなんですが、非常に鋭いご指摘をありがとうございます。最後になんですが、上山さん、今回の SDGs 未来都市って結局上山さんが設計されて書かれましたかね、どうでしょうか。そうですね、もう一人現状の産業観光課長になったものと二人なんですけども、それに三菱総研さんに入っていただいたのと、それから、まあ、住友林業さんに入っていただいたりしながら、まあ、やっぱり専門的な知識のところと、まあ、どう書いたらいいのかっていう、要は真のところは先ほどの田辺さんと一緒でこちらで書くんですけど、どう見せるかっていうのはまた別な問題だというふうに思っていまして、そういった、ノウハウがあるところの方たちとうまく、どうかな、作り込んでいく、もしくは専門的な知識が必要なところへちゃんと入ってもらって、やっていくっていうようなことを、まあ、それに付け足していくっていう作業をやりながら、まあ、書きましたね。はい、ありがとうございます。結構ですね、小さな自治体様だとやはり人材的にもですね、偏りとか、はい、足りない部分があると思うので、今のように専門人材をうまく活用する、もしくは専門家の企業さんとか大学の方にも入っていただいて、うん、提案書のブラッシュアップをするってすごく重要ですよね。はい、で、まあ、ただ先ほど最初に言いましたように、今回の SDGs 未来都市、ちょっと変な言い方なんですけど、地域外から投資をいかに呼び込むかっていうのがメインに
僕は据えてたので、今までやってきたこととこれから地域をどうしたいのかっていうところを、まあ、しっかり書き込むっていうことが、まあ、非常に重要なポイントだというふうに思ってました。はい、一番最初の2030年のあるべき姿がやっぱりこれはもう町内の人が書かないと絶対本物にならないので、ここを書けるかどうかですよね。そうですね、はい、あと最後に今日本全国でもこの森林信託ってまだ西粟倉村さんの一つ事例なんですけど、これ2つ目3つ目が出そうでしょうかね。それとも今回の提案の中で例えば来年度アプライをいただく自治体様の中で同じ信託銀行さんをご活用いただいて、2号目3号目って言ってもおかしくないんじゃないかと思うんですけど、その辺の可能性はいかがですかね。現在の課題としたら、まず所有者側が明確でないといけないということと、それから協会が明確でないといけないということと、収益が明確に立てられるっていう、この3つがもう必ず必須条件でついてくるんですね、この事業。で、多くはやっぱりその協会がはっきりしてないとか、収益モデルがいわゆるそのデューデリができていないので、収益モデルがなかなかわからないというのが大きな課題になっているというのが現状です。で、まあ、ただ私もこのモデルって作ったのが10年とは言いませんけど、6、7年早かったなと思っているので、今後ですね、必ずその必要になってくるモデルだというふうに思っていて、信託銀行さんともまあそういう話を、まあ、していて、このモデルが実は農業にも使えるので、そういった事業、幅広いその事業展開というのは、今後おそらく人口が減れば減るほど、この課題増えてくるので、必要になってくるというふうには思っています。ご指摘ごもっともだと思います。いわゆる利用と使用をですね、分離する。でさらにそのプラットフォームに金融機関を入れて、まあ、ある意味で都市の、まあ、所有者がリスクを取っているというところだというふうに思いますので、そういう意味では本当にあの当時のですね、審査会での評価、非常に高い評価だったのを今もさらに思い出しました。でも今日聞いているあの他の自治体の皆さんもですね、SDGs 未来都市もありますけども、デジタル田園都市国家構想の方でもですね、先ほどの協会の確定とかですね、さまざまなスマート農業とスマート林業の手法での予算獲得もできますので、合わせてセットっていうのもありですよね、きっとね、上山さんね。そうですね、実は西山さんデジタル田園都市のタイプ2をやってるんですけども、先ほど SDGs 未来都市で言った森林リデザイン の木材以外の価値利用のところに、このデジタルっていうのは非常に効いて、まあ、木材にもあるんですけど非常に効いてきているので、SDGs 未来都市と脱炭素先行地域とデジタル田園都市はもう密接に絡みついた事業として一体で運用されているっていうのが西粟倉村の場合です。そうですね、ですから今日聞いていただいている研修の皆さんも、ここだけではなくて、さまざまな国の制度を使って、特にデジタル田園都市国家構想は、タイプ1は、すでにモデルがあればですね、まさにその横展開すぐできるということになるので、はい、西粟倉村さんの例が、すごくいい事例になると思います。はい。お忙しい中ですね、今日も時間を取っていただいてありがとうございます。またお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。大きい拍手で終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。西粟倉村様、ありがとうございました。それでは続いて事例紹介の3都市目に移らせていただければと思います。3都市目は青森県弘前市様です。どうぞお越しいただきますでしょうか。それでは SDGs 未来都市提案書の作成における人材育成講座の効果と題しまして、弘前市企画部企画課の猪俣から発表させていただきます。人材育成講座の第1期生になります。昨年皆さんと同様に人材育成講座に参加していただきまして、 SDGs 未来都市の提案書を作成した担当者として今回事例発表をさせていただきます。写真は津軽富士と呼ばれる、岩木山とリンゴの写真となります。ちなみに昨年度も関先生から田辺さんの提案書を参考にして作りなさいというご指導を受けまして、私も田辺さんを参考に、提案書を作成いたしました。はい、次のページお願いします。
まず簡単に弘前市を紹介させていただきます。画面右上の通り、人口は約16万人。古くから、お城と桜とリンゴの町がキャッチフレーズとなっており、弘前城、桜、そしてリンゴに多くの市民が誇りを感じております。下段の文章の詳細な説明は割愛させていただきますが、右下の段落に記載の基幹産業である日本一の生産量を誇るリンゴをテーマとして、今回 SDGs 未来都市の提案書を作成いたしました。次のページをお願いします。簡単に弘前市の提案内容を説明させていただきます。リンゴ産業が抱える課題として、生産者の減少、高齢化、担い手不足に加え、環境負荷低減の取り組みなどが課題となっております。そこで自治体 SDGs モデル事業として、リンゴ DX の導入や、リンゴジュースの搾りかすを原料としたバイオガス発電等を推し進め、経済面では農業生産性と農業所得の向上、社会面では意欲ある担い手の育成、環境面では脱炭素社会の構築に取り組むことで、SDGs をエンジンとして持続的な日本一のリンゴ産地の実現を目指すというものです。します。ここからはどのように提案書を作成していったかについて、時系列的に説明いたします。まず昨年度の人材育成講座に参加した理由につきましては、まず、SDGs 未来都市の制度が始まった平成30年から、私が SDGs を担当するということになっており、申請については検討を重ねてきましたが、提案様式が複雑で何をどう書いてよいかわからないという悩みがあったほか、2の通りテーマ設定にも悩んでいたところ、3の通り提案書の作成方法を学ぶ人材育成講座のお知らせが、内閣府から届きまして、4の通りしかも、評価委員会の関先生の講師を務められるということもあって、参加を上司に申し出たという経緯です。当市ではトップダウンで未来都市の申請をしろという命令があったわけではなくて、あくまでも、人材育成講座のお知らせをきっかけとして、提案書作りが、スタートいたしました。次のページをお願いします。続いて昨年度の、第1回講座に参加し、関先生から学んだことです。個の確立、つまりは参加者自らが責任を持って提案書を書かなければならない、先ほども何度もおっしゃられていましたけれども、それをすごく学んだというふうに覚えております。第1回講座で私が提案書を書かなければならないと強く決心したことを今でも覚えております。第1回講座では未来都市計画と総合計画の違いや政策立案方法などさまざまなことを学びましたが、私の金銭に触れたのはあなたが書くのですという関先生の言葉でした。提案書を作成する過程で、他の部署から反対もあって心が折れそうな時もありましたけれども、あなたが書くのですという言葉が支えとなって、最後まで書き進めることができました。次お願いします。こちらは第1回講座後の宿題で、地都市の SDGs として最も重要視する課題やテーマについて、出されたもので、宿題の段階ではテーマを有機として設定して、宿題を提出いたしました。提案書の作成はストーリーが大事だと考えておりますが、この時点では雪でのストーリー展開や新規事業が思いつかず、テーマ設定が雪でいいのか悩んでいました。次お願いいたします。こちらは続いて参加した第2回講座で関先生から学んだことです。まず驚いたことが50ページ書きなさいということでした。提案書の厚さを見るだけで落ちる提案書は分かるとおっしゃっていて、この時50ページという途方もないページ数を覚悟いたしました。そして、特に弘前市の提案のターニングポイントとなったことが5番のテーマは地域の課題を中心に据えるのではなく、地域の強み特徴を中心に据える必要があるという関先生の教えでした。先ほどの田辺さんはマトリックスのようにいろいろな課題を丸三角とつけてテーマを決めていましたけれども、
私の直感でですね、雪からこの時点で、あ、やっぱり町の強みはリンゴだなということでですね、リンゴで、テーマを決めたということになります。次のページをお願いします。こちら1ページ目で、お示しした、弘前市の紹介文章ですが、地域の強み特徴を赤い字で抜き出してみました。弘前市の強みとして桜の名所、観光都市などに関する取り組みもテーマ候補として検討いたしましたが、最終的にはやはり弘前はリンゴの町だということでリンゴをテーマに設定したという流れになります。各都市の、紹介文の中にも必ず SDGs のテーマとなる地域の強みが隠されていると思いますので、ご参考としてください。次のページお願いします。続いてこちらは、テーマをリンゴに変更した後、第2回講座後の宿題として提出した提案様式3です。とにかくあれもこれもと詰め込んだため、非常に見にくい内容となっております。こちらにの提案書に関先生からいただいたコメントが次のページになります。上から文章が長すぎる、各側面とも多く記入しすぎている、 SDGs 視点としての未来のリンゴ産業のイメージが全くない、小手先の課題解決となっているなど、かなり手厳しいコメントでしたが、この的確なアドバイスが本当にありがたく、細かな、軌道修正につながりました。関先生はお忙しい中にもかかわらず、講座に参加している自治体すべての宿題に目を通してくださり、真剣に向き合ってくださっているからこその厳しいお言葉と理解しておりますので、この時いただいたコメントには本当に感謝しております。次お願いいたします。こちらが、最終的な提案様式の3となります。褒められたものではありませんが、関先生からのアドバイスを参考としてブラッシュアップし、最終的な提案に結びつけました。また田辺さんの、様式も参考として、作成させていただきました。次をお願いいたします。続いて、提案書作成時の苦労についてです。まず1については、提案書作成の本格スタートは今年の1月からで、日中は通常業務を行い、残業時間に提案書を作成するという生活を2ヶ月続けました。2の通り、リンゴに関する専門知識が不足していたことも残業時間の増加につながった理由の一つです。企画課に所属する私が、提案書を書いては、リンゴ生産を担うリンゴ課という課があります。リンゴ課の担当職員に見てもらい、書いては添削してもらうという作業を繰り返して、提案書を完成させました。3については別の担当課からの反発で、私が投げ出せばもう提案できないなということで、この時も関先生のあなたが書くのですという言葉が、支えとなって頑張ったというところです。4についてはテクニックの問題になりますが、どの補助金を活用するのか、補正予算をいつ組むのか、採択されなかった時はどうするのかを想定した上で申請されることをお勧めします。一番の課題は町内調整でした。例えばですけれども、生産者の担い手を育成する人材育成大学という新規事業を私が立案して、担当課に、相談に行ったんですけれども、反対にあってボツになって提案書には掲載されなかったいう事業もあります。いかに担当課に理解してもらうかが最大の課題でした。次のページをお願いします。こちらは、苦労した町内調整の方法です。まず意思決定の順序について、市長からの命令というトップダウン型ではなく、企画課と担当課が一緒に取り組むものだという説明を重ねて、担当課の合意を得てから市長に説明するという形を取りました。2については、私が総合計画推進担当として、毎年財政課とともに、予算査定を行っておりますので、省内すべての新規事業を把握しており、提案様式3に関連する新規事業を付け加えていくことができました。
3については、特に丸2の担当課のアイデアについて、リンゴで SDGs に貢献するアイデアがないか、ヒアリングし、他県で進められている先進的な取り組みのアイデアを聞き、事業化したりしたほか、丸3については、2の通り、すべての町内の新規事業の情報を入手していましたので、例えば、環境課という他課において、市の給食センターにバイオガス発電を設置する新規事業の予算要求がありましたので、リンゴにカスタマイズしてですね、リンゴの搾りガスも活用してバイオガス発電をできるように事業化したりもしました。4については、たまたまラッキーだったことですが、担当課となるリンゴ課の上司と同僚が、かつて企画課で一緒に働いていた仲間で、特に町内でも意欲的なキーパーソンであったこともあり、添削してもらうだけでなく、意見交換も行いながら提案書を作成することができました。下段のポイントの通り、どの組織でもやる気のある2割、どちらでも良い6割、やる気のない2割が存在すると言われており、いかにやる気のある2割を巻き込むのかというのが重要なポイントだと思います。私の場合はたまたま担当課のかつての仲間が、しかもかなり意欲的なメンバーがいたということが、まあ、ポイントでした。次のページをお願いいたします。続いて、ステークホルダーとの合意形成方法についてです。私が運営していた総合計画審議会のメンバーをメインとして、委員を構成した SDGs 推進会議という会議体のプラットフォームを構築し、未来都市に選定後の、今年7月に第1回の会議を開催したところです。また、SDGs 未来都市に選定された最大のメリットは、メディアを通した露出が増えたことで、大企業も含め、様々な連携事業の提案があったことです。画面には出ておりませんけれども、具体的には、アサヒビールさん、日産自動車さん、JR 東日本さん、その他、地元の大手リンゴジュース工場や、リンゴの搾りカスを原料としたビーガン素材の合成皮革を開発した地元のベンチャー企業などから、お声掛けをいただき、かなりの反響に驚いています。図にも、新たな SDGs 事業、と、記載しておりますが、こういった民間企業からの提案をもとに、官民連携による新たな事業創出にも取り組んでおり、現在、環境省の、地域脱炭素移行再エネ推進交付金の獲得にもチャレンジしようと画策しているところです。次のページをお願いします。最後のページです。提案書を作成して感じたことです。2については、特に北九州市さんや川崎市さんの提案書は先進的な取り組みが盛りだくさんの内容でマクロ的で到底かなわないと感じておりましたが、まあ、開き直って平崎市はリンゴ産業に絞ったミクロ的で田舎っぽい内容でチャレンジいたしました。3については2月の提案書提出後も採択に向け4月のヒアリング等年度をまたいでの重要な業務がありますので上司に残留を強くお願いして、今年度も引き続き SDGs を担当することができました。4については人材育成講座の宿題で提案書の骨格を作ることができました。本講座がなくしては、弘前市の申請はございませんでした。5については研修の時間だけでなく、休み時間など関先生や内閣府の皆様と意見交換できるチャンスですので、リアル出席をお勧めいたします。私は昨年度リアル出席できる日は全て出席しておりました。6については内閣府の担当者さんが市民になって相談に乗ってくださいますので、申請前に必ずオンライン相談会をご利用いただければと思います。最後にお伝えしたいことは、人材育成講座に出席したことが弘前市のテーマ設定と提案内容の軌道修正、最終的な申請につながりました。特に関先生から直接アドバイスをいただける宿題は、提案内容のブラッシュアップにつながる最大のチャンスですので、真剣に取り組まれることをお勧めいたします。以上、駆け足となりましたが、弘前市の事例発表を終わります。はい、ありがとうございます。向こう側に、はい、向こう側に立っていただいても映りますか？大丈夫ですか？弘前さんが映ってると思います。はい。やはり現場でですね、今日この会場にね、来ていただいたので、非常に会場の皆様、それと、
ウェブの皆様にも、まさにライブの声を届けられてですね、非常に伝わった情報量も多かったと思いますが、まずご質問がある方がいらっしゃれば、せっかくの機会なので。します。ありがとうございました。ですね、やっぱり町内の調整が一番大変だったということで、まあ、それはなんとなく想像はしているんですけれども、例えば、その上に上げていく中で、まあ、これは入れない方がいいとか、こういうのも入れた方がいいとか、まあ、そういう、こう、自分の思っていたところからちょっと変わってしまいそうになったりとか、そういう時に、逆こうなん、こうやっていきたいんですみたいな、まあ、その辺での苦労とかってありましたでしょうか。はい、ありがとうございます。関先生がおっしゃられている通り、書くのは一人だけという、私も、ストーリーがねじ曲が、他の人の意見を入れると、ちょっとねじ曲がる予想されたので、ボリュームアップして書いていったのを、たかにそぎ落とされていったという感じですね。これがいいんじゃないというアイデアはそれほどなかったです。入ったものが減っていくっていう感じでした。はい、ありがとうございます。このストーリーの中で雪からリンゴに変えていただいたんですけど、やっぱり雪だとこう 三側面の好循環、やっぱり作りづらかったですかね。そうですね。田辺市さんの丸三角、あれでし、あれもやろうとしたんですけれども、なかなかできずに、ただ雪で考えたときに、やはり除雪がメインになって、新しい事業を生み出すっていうところが、なかなかアイデアが思いつかず、逆にリンゴだと今までもいろいろやってますし、これからもやりたいことがいっぱいあるっていう状況でしたので、やっぱりリンゴしかないなというところで、リンゴに変えました。はい、その時点でかなりテーマが決まったっていうのは良かったですね。はい。で、その後は、こう、トップダウン型じゃないので、まあ、課が中心になってですね、作っていくんですが、かなり町内合意を取るのに苦労されたということと、もう一つは、実際、ステークホルダーを見つけるのに、先ほどの審議会を中心にやっていただいたというお話だったんですが、結構このステークホルダーを使ったんでしょうか。実は、提案書の一番の課題がステークホルダーで、これまでもそのリンゴで、関係のある弘前大学さんであったり、JA さんであったり、そういうところとのつながりはあったんですけれども、それ以外の農業関係者以外のところとどうつながっていくのかというのが課題で、提案書もですので、弘前市の総合計画審議会のメンバーが中心になってしまったんですけれども、未来都市選定も今まさに動いていろいろな話があってですね、本当に未来都市の選定はすごく大きなチャンスになって、いろいろな企業との連携がこれから進もうとしているといい流れになってきています。今回も実を言うと、今回の3つ目の事例にですね、弘前さんに来ていただけるって聞いたときに、内閣府さんの方から実は提案書の中ではさほど具体的なステークホルダーのお名前がないんだけど、現在はすごくあるということを聞いてですね、やっぱりこの SDGs 未来都市のやっぱり、まあ価値といいますかね、バリューっていうのが本当にやっぱりこう地域とか企業さんに浸透してるっていうののいい事例だと思うんですね。なので、新生児にはなくても、取れた場合にはですね、かなりいろんな企業様から、連携ノウハウをいただけるっていうことになるので、今日も聞いていただいている、ウェブで聞いていただいている皆さんもですね、今の時点でなくてもですね、かなりその採択をいただいた後の展開っていうのは大きくできるという感じですね。逆に先ほどの西粟倉さんそんなように、オファーをいただいた後の逆に体制みたいなのがあるんでしょうか。やっぱり結局、連携事業って民間からすると具体事業じゃないですか。その辺のところの、いわゆるその町内体制っていうのはできていただいてますでしょうか。実は、私がすべて、企業さんから連絡をくれば、お会いして、いろいろお話を聞いて、で、その次の
環境省の申請もしようかなと、うん、SDGs が発展して次の、トライにもつながる、まあ、私レベルですけれど、ちょっとあの、他の自治体さんと名刺交換したときに、SDGs 推進課とかですね、SDGs 推進担当という名前がついていて、まだ、我々の市は、弘前市総合計画推進担当までしかございませんので、まあ、来年度はそこはつけないといけないなというふうに感じたところです。はい、ありがとうございます。で、次はですね、ウェブの質問ってないんですよね、まだね。はい、わかりました。あの、結構講座の中で随分あの、真剣にあの、私の授業を聞いていただいたみたいで、あの、去年はですね、ちょっとあの、コメント、厳しいコメントかなり出しちゃったんですよ。で、今年はちょっと方向を変えて優しいコメントに今なってるんですけれども、あの、去年はですね、あの、私の KPI、まあ、アウトカムはですね、あの、受講生の数じゃなくて、実際に、内閣さんに申請書を出していただく方の、まあ、自治体の数をですね、できるだけ多くと思ってたんですが、これがちょっとですね、私の予想を引く、まあ、こう予想以上に少なかったので、今年はちょっと、あの、応募だけでも多くしてもらおうと思っていまして、今年は、あの、大丈夫ですよ。あの、厳しくなくて、今年は割と、あの、丁寧に優しくという方針に変えた。去年はね、あの、広瀬さん、でも逆にその厳しさも良かったかなって感じていただいたのは、ちょっと今日嬉しい、あの、評価をいただいて、私としてはニコニコというところがあります。で、その中で、あの、だいぶその、先ほど、まあ、田辺さんもそうですし、西粟倉村さんも、聞いていただけるように、やっぱり一人の人がね、一定程度最初から最後までのストーリーを書かないと、あの、整合性が取れないっていうことと、途中だけ任せて書くっていうのはやっぱり難しいんですよ。逆に受け持った時に。で、もう一つお聞きしたかったのは、あの、先ほどの西粟倉村さんだと、やっぱりこう、いろいろな民間企業の、まあ、専門家を入っていただいて、あの、書くことはしてくださらなかったんだけど、その専門家の知識みたいなのをね、あの、いただきましたっていう話と、あと、見栄えの部分のデザインアップみたいなところがあったと思うんですが、その辺の少しアドバイスとか、専門家集団みたいなのは、弘前さんがいらっしゃったんでしょうか。あの、私は企画家で、リンゴの頭脳を持ってませんでしたので、専門家は本当に専門家が、あの、同僚の、元同僚だったリンゴ課の職員が、本当に専門家なので、あの、私のコンサルタントとしてですね、教えていただいたのと、デザインは私本当に苦手で、デザインをいろいろ提案書に書く場面があるんですけれども、他の事例やデザイン案などを参考にしながら、私が全部作りました。本当に苦手です。はいはい、今日のでもあれですよね、あの、こう概念図とか、あの、2ページ目にあるのは非常に見やすくなってて、相当ご苦労された跡が見えますかね、それだと。はい。はい。それも、あの、他の雑誌かなんかで見たものを真似して作ったという、はい。そうですね。非常にこのリンゴの産業をどうしたいのかっていうのが分かりやすい図になってると思うので、あの、かなり今日の研修でいきますとですね、あの、その、自分でできることだけでもですね、しっかりできるということが、まあ、分かっていただけたかなというふうに思います。あともう一つ、まあ、あの、検証をやってと思うのは、あの、結構北の、特にあの、青森県の方の SDGs への、申請が少ないんですけど、この辺は、あの、逆に弘前さんが取っていただいたことで、結構この後、きっかけとして多く出そうでしょうか？そうですね。あの、去年までは、空白地帯で未来都市がなかったので、まあ、申請もしたいということでトライしました。まあ、今後はですね、メディアにも出る機会も増えて、あの、市が、弘前市が SDGs 未来都市になっているという PR も、まあ、子どもたちに CM 作りをさせたりもしたりして、これから、PR ニュースにも取り上げられたり結構してますので、増えていくんじゃないかなというふうに考えております。問い合わせとかもありますかね？他の自治体様から同じ県内。今のところないです。ないですか。わかりました。あの、これから、今、あれでしょうか。青森県さんからのご参加って名簿的にはありましたでしょうかね。はい。あの、ぜひ、あの、今、
北側の方々のですね、申請がちょっと少なめということもありますので、ぜひ、ちょっと北海道、東北はですね、頑張っていただきたいなっていうのは、研修の担当としても思ってますので、これからもぜひお願いしたいと思います。最後に何か、これだけはやっぱり他の、今年、申請をする皆さんにお伝えしたいっていうことがあれば、一言お願いしたいと思います。人材育成講座も真面目に私、受講してましたので、習ったことをそのまま体現化すれば大丈夫だと思っております。はい。結構ですね、他の、いわゆるその計画書もの中でもですね、この SDGs 未来都市のボリュームがですね、結構多いんですよね、申請のページ数としては。なので、非常に職員の皆さん、それと、実際に負担をおかけしている状況がありますけれども、逆にそれを書いていただいたことによってですね、2030年の将来像が明確になるということと、あと、具体的な事業を提案してきますので、KPI を含めて、しっかりとした事業計画にもなっているというところが、この SDGs 未来都市にですね、申請をいただくのに、非常に価値があるというふうに思っています。西山倉村さんが言ったように、計画を作るんじゃなくて、計画を実行できる事業と体制を作ると、これを書くことによってね。ですから、そこをご理解の上、どういうふうにしっかりと地方創生を進めるか、もしくはファイナンス的にもですね、予算をどう獲得するのか、民間企業からの投資を含めて、地域経済を回す、エンジンにしようということで、この未来都市の申請書を提案をいただきたいなというふうに思います。でも、しっかりとね、今回の昨年の研修が生きた形でですね、今日ご発表いただきました、研修している方としても嬉しい状況だというふうになりました。じゃ最後に大きい拍手で終わりたいと思います。ありがとうございました。黒崎様、ありがとうございました。